この度は誠に申し訳ありませんでした。というのも何をしでかしたかと言いますと、私デレステ実況を始めてから初めて入院をしている以外の理由で動画外でガシャを回しました。見てください、ここにあるこの197個のスターシャインを、夢のメルヘン、おとぎのハロウィンガシャ、あろうことか愛を歌っているこの僕が13秒ユニゾーン、そして13秒オルタネイト、このチエリとユキミちゃんに惹かれこのガシャを回したこと、しかも動画外出たということを謹んでお詫び申し上げます。そしてただ弾いただけではないのです、謝りたいことがあるのです。私が聞いたこの197連プライズメダルは600貯まりました。それで何が起きたかと言いますと、こちらをご覧ください。聡明な皆さんならお気づきの方もいるかもしれませんが、先日の闇鍋ガシャで引いたのがここまでです。見てください、1,2,3,4,5,6,7,8 飛んで9,10、私197連で新規 SSR を10枚射抜き、かつピックアップを3人とも射抜き、プライズメダル600で持っていないフレちゃん映り込みの神谷奈緒さんをお迎えしたことをここに報告いたします。誠に申し訳ございません、神引きが過ぎたんです。はい、ミューチャル編成に備えて持っていなかった13秒ユニゾン、ポテンシャルもマックスで解放しているチエリの13秒アンサンブル、そして必ずミューチャル編成に使うことになる13秒オルタネイトのユキミちゃん、この2人をお迎えしたいなと思って197連しか回していないんです。そして神経節サルを10枚、バカズポイントが10万を超えているのにもかかわらず新規 SSR を10枚射抜いてしまった、こんな僕をお許しください。しかも1枚も持っていなかったメアリー・コクランの SSR をプレミアムカットで射抜いてしまったんです。かわいすぎるんです、ちょっと本当にこの子はかわいい。そして心から欲していたヤマトアキ2周目嬉しい、全部嬉しいんです。こんな買い引きをしてしまった僕がお詫びにできることはただ一つ、とりあえず今回のこのハロウィンの3人、この3人で MV を皆さんにお届けすることだと思いました。それではご覧ください、至高の MV ハロウィンゴーデン、うん、僕も完全初見なので楽しみだ。どんな衣装で見せてくれるんだ。いやでもね、197連でピックアップ3人抜きながら1等2回抜いてるからね俺。それで600プライズコインも貯まって、で引いた SSR がほぼ全部新規。本当に不思議な夜でした、昨晩のことです。いやかわいすぎる、いやーこんなに可愛いのに理想編成にも入ってくるというか、かわいすぎる。みんな見て、もう自慢です、もうただの低評価押さないで、いや押してもいいよ、もう押されてもいい、低評価が100を超えたっていい、僕はだって強すぎたんだもの、ただの自慢動画なのだもの。いやーかわいすぎる、ゆらゆら揺れて、いやにゃおにゃおにゃおにゃにゃお、いや素晴らしい、もう難しいこと抜き、ほんとにねガシャで SSR が出るたびに新規で脳汁ドバドバで、それと同時に俺はなぜ収録していないんだって思いながら、でもガチャ止められないんですけど、やめられないんですけど、実況者なのに動画外でガチャ引くのやめられないんですけどってなりながら引いてました。でもマジでね、でも多分動画撮ってたらこんな強い引きできなかったと思う、マジで。ほら弾けちゃう
197連10枚抜き、誠に申し訳ございませんでした。そしておそらく次のブランフェスのガチャ、僕ジュエルないのでお休みすることになるであろうということを重ねてお詫び申し上げておきます。いやー、最高級、かわいすぎた。デレステやめらんねー。とっても素敵な夢でしたね。え、夢落ち？